池島の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成池島炭鉱は西その義半島の西沖合約7キロメートルにある周囲約4キロメートルの池島周辺の海底に広がる炭鉱で九州最後の炭鉱の島であった三井松島産業の子会社である松島炭鉱により 1959年より出炭が始まり、後に閉山後の松島に建設された電源開発の石炭火力発電所に石炭を供給した。当時の炭鉱マンの給与は平均的サラリーマンの約2倍はあったと言われ、日本の基幹産業として高度成長を支え活況を呈していた。また、行島の石炭は良質なものとして重宝され、世紀には社宅として 高層アパート群が次々に建設されたが、現在残ったほとんどの住宅や商店街は廃墟となり、ゴーストタウンの様相を呈している。これらの社宅は共同の浴槽と給湯設備付きの洗濯場付きで、家賃は閉山直前は400円であった。隣接地での旺盛な需要により、石炭の採掘は1980から1990年代にかけても進められ、 最盛期の1985年には150万トンを超える石炭が採掘された。西園木半島の西沖合約7キロメートルに浮かぶ、周囲約4キロメートルの池島1990年代には、航空約35,500ヘクタール、行道の総延長距離が約96キロメートルに達し、炭鉱マンの移動時間の短縮のために一車の軌道が改良され、 ドイツ製の高速人車、女信号、次回も導入された。しかし、その後は、炭鉱内での事故が相次いで発生。さらに1998年の電力自由化によって、池島の石炭は安価な海外炭に押されるようになり2001年11月に閉山。当時、約2500人いた従業員はすべて解雇された。 創業開始から閉山までの出炭量は4,400万トンである。閉山後に炭鉱技術海外移転事業が始められると石炭採掘に豊富な経験を持つ日本に対して大規模な鉱山事故が頻発する中国をはじめとするアジア諸国などより事業継続の要望が強く、現在は炭鉱跡地に研修センターが設けられ、インドネシア、 ベトナム人など年間約60名が技術伝承のため入国し働いている。また、2編成が運転されていた高速人社女信号次回は、1編成が研修センター、もう1編成が大牟田市石炭産業科学館に保存されている。長崎県の観光企画、長崎サルクの一環として、期間限定で炭鉱跡や王子の面影を巡るツアーが催されており、 簡易ながらも食堂や宿泊施設が存在する。当時のトロッコ列車に乗車し元炭鉱マンガイドの説明を聞きながら校内が見学が可能。当時の積み出しなど機械などが見られ王子を忍ぶことができる。見学コース長崎旅ネット池島炭鉱体験コースハット ABCDEFG 池島炭鉱の 歴史的経緯と、現状三井松島リソーシスの資料より、一般社団法人長崎国際観光コンベンション、協会池島炭鉱サルク。ありがとうございます。